大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ3日目を迎えました。ベストオブザ早速やっていきましょう。ブルーザブロディ対ザコブラの試合からです。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスチーム版 PC 版でコンピューター同士の対戦に実況をつけてアーダコーダ言ってる動画です。今回行われているのは名前にザーとつくレスラー、アブドーラザ、ブッチャーとかね、アンドレザ・ジャイアント、ブルーザー・ブロディ、ザ・グレート・歌舞伎、ザック・セーブ、まあまあいいですね。そのまあザーをつくレスラーをばっかり集めてザーの最強のザを決めようということです。別にベルトがかかってるわけとかそんなんではありません。単純に、全シリーズが、兄弟タッグリーグということでタッグの企画、タッグシリーズだったし、次回やるシリーズも年末タッグリーグでタッグだった。タッグからタッグは何かおかしいということでシングルを挟むということですね。はい、というわけで、まあ、やっていきましょうかね。ルールの方については30分1本勝負ノーマルルール5点方式ですね。あらゆる勝ちが5点、負けは0点、引き分けは2点で、場外リングアウト勝ちなどは、4点というちょっと複雑な計算方法なんです。まあ、前回、年末タック、あ、じゃない、普通の兄弟タックリーグで5点方式でやって、それからちょっと試しにやってみようかということになっております。サブクレフェリーは、テッド・タナベさん。今ちょっと足しか見えていませんけどね、動きが、俊敏で、あとは普通ということにしています。公式のレフェリーは一応和田恭平さんなんですけどね、タイトルマッチの時だけ和田恭平さんが最近は出てくるというなんかいうような感じにしておりますから。さあこれ点数出てると思うんですけども、ブロディが初戦、ザ・クレジ SKB に勝って5点で、コブラは、ザ・マミーに勝って5点ということで、いきなり5点同士なんですね。で、4名のレスラーが4つのブロックに分かれて、戦っておりますので、その各ブロックで優勝じゃないんだ、1位になったレスラーが、決勝トーナメントに出場ということになります。となると、3試合行いますので、当然3勝すべて勝てば、まあ、ほぼ間違いなく決勝トーナメントに出場。これがね、前もねやったと思うんですけど、同点だった場合ね、決勝リーグが行われないような気がするんですよね。だから今回ちょっとうまい、おお、今キングコング2が見れましたね。しまった、ちゃんと見てなかった、後でもう一回見よう。まあまあね、皆さん言いたいことは分かりますよ。僕もあの真壁のあのキングコング2はちょっと違うよなと思うのがあるんです。でもう、このダイビングダブルニードロップは、ブロディーノじゃないよなっていう風になるんですよ。それはね、前もお話ししましたが、キラーカーンさんが自伝で、ダイビングダブルニーを使うようになってから一度ブロディーと話したことがあると。ブロディーから、お前みたいなニードロップがやりたいんだけどって言われたからコツを教えたけども、結局ブロディーは、両足同時に落とすやり方はしなかったと。まあ、だからダイビングのダブルニーはやらなかったと。あれはわざとなのか、できなかったかのはわからないけどね、フフフって書いてあったっていう、のがあるんですけどね。だからダイビングダブルニーの方がかっこいい気はするんですけども、かといって真壁がやるあのちょっと不格好な、その人は失礼ですけどね、真壁がやる分にはいいんですよ。それがよく似合うんですけど、ね、ちょうど言ってたら、おお、再びちょっと違うんですよね。これはめちゃめちゃ似てるんですよ。これ自体はあの真壁さんがやった。かといってシングルのニードロップもまたブロディらしくないしとかいうことがあるんですよね。これはね、またあのいつの日か、あれですね、あれ言ったのですね、
エディター、技エディター、技エディットモードというのがまあ導入されるという噂じゃなく、まあ、松本智三監督の発言がありましたのでね、それを信じて待つとしましょう。ジャックハマー、さあ10分経過とともに、カウント 2.9。 ブロディの方が押しているようには見えるんですが、この空中からの戦闘音が先ほどから出てるので、コブラも悪い動きじゃない。そしてこのひねってからのブレンバスターですが、ブロディがスクッと起き上がる。そしてジャンピングの入るドライバー、これ大きいぞ。からのカバー、どうだ、コブラ返せるか。うおー強い。これでブロディ無傷の2連勝、コブラは1勝1敗と。まあしょうがないですよね。これでブロディは決勝リーグに、まあ大手をかけたと言ってもいいでしょう。試合時間11分7秒、ジャンピングパイルドライバーからの両手押さえホール、ブルザー・ブロディがザ・コブラから3カウントを奪った試合でした。試合評価は 78% ですが、まあいいでしょうね。別に誰がダメだと言ってるわけじゃないですけどね。はい、では、B ブロックの方ですね、ごめんなさい、これじゃなくてブッチャーと歌舞伎の試合でいきましょう。はい、では試合開始です。初戦でアンドレを破ったブッチャー、5点を獲得してますね。この5点は大きいですよね。で、歌舞伎は、初戦で、同じザ・グレートの名を持つサスケに負けるというスタートですから、5点対0点の対決なので、ブッチャーがこれで勝てばブロディと同じように決勝リーグへの、大手と言ってもいいぐらいの試合ですね。まあ、歌舞伎としてはこれを勝ってなんとか星を五分に戻したいというところでもありますね。ブッチャーとしてはまあ余裕があるんですけども、まあ、この2人ともちょっと変則的な、ああでもそうか、ブッチャーは最後のフィニッシュがエルボードロップホールドっていうのがちょっと強みかもしれないですね。歌舞伎はね、あんまりなんていうんですかね、カバーに行かないんですよね。攻めるだけ攻めて、あんまりカバーに行かないっていう戦法だったはずなんですよ。だそう考えると引っかき回すのは歌舞伎の方がうまいかもしれないけど、勝敗ではっていうことになるかもしれないですね。まあ、この2人、両方ともアッパーカットの使い手になるんですね。ただ、ブッチャーの場合は地獄好きに見えるようになんとなくみんなの脳内保管されてますよね。あれでも不思議なもんですよね。全然プロレスに関係ないかもしれないですけど、目の錯覚ってすごいですね。たまに嫁さんの話をしますけども、一時期ツイッターなんかでちょっと有名になった、服の色、青に見えたり金色に見えたり白に見えたりする服の色があったと思うんですけど、あれを嫁さんと同時に見て全く違いましたからね。僕は多分あれを金色に見えたんかな、嫁さんは白く見えるかなっていうのがありましたね。さあ、歌舞伎の得意技毒斬りが出ましたが、毒斬りが決まってもどうだっていうのがね、毒斬りが決まったら2回分ぐらいこうフラフラしといてほしいですよね、なんて思ったりするんですけども、いかがでしょうか。技エディターができても、技エディターってそういえばですよ、もうちょっともうかなり余談に入りますけども、モーション的なエディターであることは間違いないですよね。あれ、いつの間にか流血してる。ブッチャーが流血。ドブ切りで分かりづらいですが。流血して、いや、違う。ブッチャーが流血ですね。肌の色で分かりづらいですけども、流血します。はい、話を戻します。技エディターって、モーション。
例えば先ほどから触れてるようなブロディのあのニードロップ、かっこいいニードロップを再現しようと、すると、そのモーションをいじれるのは分かるんですけど、パラメーターとかいじれるんですかね、技の何かベースの技になるのかな、その技がどれぐらいの威力を持つのかっていうのは数字的なものがいじれるんですかね。でもそれやりだすとすごいことになりますよね。すごい必殺技とか作れそうですもんね。それはエディットポイントに関係ないから、好きなだけ数値つけれるっていうのもちょっと違いますよね。その辺もまた難しいですよね。まあエディターっていうものはもうでもそうかもしれないですよね。技のダメージがある程度上限を決めてもらった方がいいかもしれない。でもそれでもね、簡単に入れるわ。このエルボードホールドとかそうですよね。ホールドに入って試合を決めれるけども、技の威力がめちゃめちゃ高いとかっていうのはちょっと嫌な気もしますね。まあでもそうなったら今度もうロジックで試合を楽しむ派はいいですけど、勝敗を決めるガチ派の方は困りますよね。おー、こういうクリティカルの確率とかも決めれるんですかね。いやー、ブッチャーが歌舞伎を難なく撃破と言ってもいいでしょう。流血全くお構いなし、ブロディの後を追うかのように、勝利。試合時間9分39秒、ランニングエルボードロップホールド、マスクドにしようかと、これ一緒なんですよね、ランニングエルボードロップホールドによる KO ですね。アブドーラザブッチャーがザ・グレート歌舞伎から KO 勝利をということになりました。試合評価は 67% でしたね。いやー、ブッチャー、これはなんかブッチャーえらい強いですね。はい、ではまあそんなこと言ってないで次に行きましょう。ザ・シーク対ザック・セイバージュニアという異色対決、そしてこれも5点同士の対決です。では試合開始ですね。いやー、これはザックが始末に上げられるか、そのシークの腕もしくは足を砕くか。うわー、早いなー、狂気攻撃ダメ元で多分かなり早い段階から出るようにしてるんですよね。ただ流血させれるかどうかは時の運ですから、それをザック・セイバージュニアがかいくぐる、いやー、かなり難しいやろな。はい、では今日は11月の25日、これ YouTube に上げた時がね、11月の25日なので、のはずなので、今日はプロレス今日は何の日のコーナーやっておきましょう。11.25、1978年新日本プロレスですね、猪木、ローランドボック、シュットガルトの惨劇ということで、今から全文読みますね。西ドイツの欧州選手権シリーズにおける連日の戦いで満身創痍の猪木がボックに硬いマットへのスープレックスで叩きつけられ判定負け。こんだけしか書いてないんですよ、これなんでか知らないけど、プロレス界における有名な出来事として猪木信者の方とは言いませんけども、猪木のことを知ってる方であれば、このローランドボックとの、あ、ローランボックって書いてますね、僕はローランドボック派です。ローランドボックのとの試合っていうのはかなり有名な、まあ、猪木が負けた試合として、有名な試合として挙げられるはずなんですけど、書いてるのがね4行ぐらいしかないんですよ。で隣に11.23 バトラーズ両国国技館初進出があるんですけど、そっちの方がねちょっとね面積大きいんですよ。すごい、なぜこんな扱いなのかがどうしても僕にはわからないっていうのが、思ったことでした。これはすでに以前再現しているんですが、猪木対ローランドボックね、やってるんですが、また今回余裕があれば
実況して、今日は何の日シリーズとしてあげたいと思いますので、よかったらまたそちらもご覧になってください。ちょっと頑張ってやれるかなというところですけどね。さあ試合の方に集中しましょう。5分経過、ああいつの間にか僕がしょうもないことなんか言ってる間に、しょうもないこと言ってたのか、本読んでる間にザックが血祭りにやっぱり挙げられましたが、それをものともせず関節を取っていけるか。前回ザ・シューターとの関節の取り合いっこでは、見事にザック・セイバージュニアが最後を決めましたが、シークがね関節にどれぐらい対応してるかっていうと、あまりしていなかったと思うんですよね。なのでグイグイ技を決めていけば、シークがギブアップする姿も見れるかもしれないと。シークとしてはこうやって流血させて、気力をガンガンに奪って、最後はラクダがダメで、おコーナーから走り込んでの、おーいいですね。まだまあまあシークも余裕でしょうが、やっぱりね関節技もしくはこういう締め技寝技で、ギブアップはやっぱ奪えるんですけど、これだけで体力を奪うのはやっぱりかなり時間がかかるんですよね。その前にやられちゃう可能性が高い、そのバランスが難しいんですけどもね。うまくいく時もあれば、再現してるロジックを組む側としてもうまくいくと思って組んでるのにいかないこともありますからね。さあザックとしては体力を、多いですね、こういう技で体力を奪っていくのを同時にローリングのエルボーやりながらじゃないとね。ああこれラフプレーはやっぱり、あしかしこのエンズイは先ほどから決まってますね。さあバックを取って PK で決めて、再びバックを取ったけども、これはシークに奪われて、カウント10分経過の声が聞こえましたが、カウントは2。いや、おお道ドラ、これで一気に体力を奪った。あバックを取ってあの技行きたかったでしょうが、相変わらず生の技名前を覚える気がない。さあシークとしては流血させて、先方としては思い通りになってるはずなんですが、おやおかしいな、俺様のペースにならないぞと思っているかもしれませんね今ね。あーこれでペースをやっぱり取られない感じですね。さあ丸め込む、まだ大丈夫でしょうが、おお 2.9 までいきましたね。ということはシークの体力はそこそこ奪われている状態、しかし狂気攻撃で返していきます。さあ丸め込んでブレイク。さあ12分が経過しました。相変わらずザックの流血がマットを血に染めていっていますが、これ多いな、まあ実際にやる技やからいいですよね。ああこれがどうだ、やっぱり流血っていうのは大きいですよね。多分シークはねほぼ 100% 流血させれると思うんですよね。これは脅威ですよ多分。試合時間12分57秒、拷問キャメルクラッチ、これ名前変えようかな、ラクダ固めとかにした方がいいですかね。いやキャメルクラッチかね。試合評価は 78% でしたということで、ザックここでちょっと一歩後退、まあどうなるかというところですかね。はい、今日はなんか淡々といきますね。では最後 D ブロックいきましょう。
ザ・デストロイヤー対、レザーフェイスですね。これ2人とも0点同士の対決となるので、どちらかが勝ってと5点が並ぶか。まあどうなるか分かりませんね。まだまだまだ分からないですけどね。ちなみにあの ABCD というのはあのおじさんだからではなく、仕事柄やってた仕事が A クラス、 B クラス、 C クラス、 D クラスっていう呼び方を史上3次やっていた仕事なので、 ABCD と C が混じるといけないので、あえてわざと D クラスと呼んでた名残で、今でも D という言葉が出ると。まあおじさんなんですけど、最近の人はどうなんでしょうね、わからないですけど。さあこの2人、初戦レザーフェイスが、ターザン後藤に敗れ、デストロイヤーはグラジエーターに敗れということですが、まあお互い、あでもデストロイヤーは4の字固めにこう結構しつこくいかないといけないんですけども、前回あんまり出せなかったような気がするんですよね。てめえこの野郎でこうなんとかデストロイヤーっぽく出してるんですけどね。よし、で本当はこのマスクの、頭頂部あたりに赤いライン、違うわ、おでこあたりかに赤いラインを本当は入れれるんですけども、それをずっとサボってしまってますね。なのでまあなんとなく脳内保管していただけたらと思います。さあ逆にレザーは、レザーは、そうか、でもレザーは結構パワーボム系の技が、パイプロでいうところのクルスフィックパワーボムか、あの辺の技があるので、大技で言えばレザーの方が得意というか一発で決める可能性は出てくるわけですね。デストロイヤーは4の字固めに持ち込まないと多分難しい。あこういう回り込みもあるかな。さあこの辺はまだまだお互い体力が余ってるから返し技に行くというところですね。さあお場外にデストロイヤーが追いかける、凶器を取ろうとしましたがデストロイヤーがカットした感じですね。あしかし椅子を持ち出して、いやーこれはショルダーバスターできました、ね、そうかレザーは腕を攻めていく戦術もするので、そう考えたら一応腕対足という対決にもなるんですね。ただ前回レザーがかなりスタミナを消費したと、てめえこの野郎、いうてめえこの野郎連呼してますね、てめえこの野郎。逆にジェイソンはあまり打ちる前か、おお、カバーに来ましたね、サイクロンホイップか。さあブレインバスター、わあ垂直落下式。さあこの段階でカバーに来ます。当然カウントは2まででしょうが、デストロイヤーこれでちょっと体力がかなり削れたはず、削られた。てめえこの野郎、これね、ファイプロはスパイクチューンソフトに対して、文句があるわけじゃないんですけども、寝技であのストンピングサイキックですかね、足に足の裏のところ、足のもも裏のところにキックをこう入れる技はめちゃいいんですよね。で、あれにキックを入れておいて、もう一段階足を攻める技があって、さらに4の字固めがあると一番いいんですよね。おわ、持ち上げてカウンター式のパワーボム。話を戻しますね。あれがね2つ、まあだから技が装備できるのが2つだっていうのを嘆いているというだけの話なんですかね。
あの寝技がね、もう一つ技が入ったらね、もっとこうバリエーションが増えていいんですけどね。さあ、お、あ、そうか、デストロイヤー無常ヒールなんで狂気攻撃をしましたね。これ結構珍しいかもしれない。さあ流血したレザーですが、ラリアットでカウント 2.9 まで。さあ10分経過の声で、デストロイヤーは4の字固めに持っていくことができるか、それをレザーはかいくぐることができるか。相当体力が減らないと4の字固めに入れへん形にしてるのかな。ファイヤーマンズキャリーバスター。よし、さあ技を重ねていくデストロイヤー。てめえこの野郎、こんな技もやるんですね。さあレザーがロープに走って、体ごとぶつかっていく。あ、しかし狂気攻撃もう一回見せた。もうデストロイヤーとしてもなりふり構っていられないというところなんでしょうかね。いっぱいしてるので。よし、さあ4の字固めにいっか。さすがに一発では決まらないが、リング中央だということ、流血させれているということ、これを鑑みると、いやでもやっぱり一発では決まらないでしょうね。さあパワーボンも返して、いやこれ4の字固めに入れないとなると厳しいな。おお、立ち上がったデストロイヤーの方がフラフラ状態。これはアルゼンチンですね。さあレザーも垂直落下ブレンバスターで返します。さあ場外戦、これはどうなる。当然レザーが場外に追いかけていってラリアット。ここで4の字固めを出す。場外では全ての技なんかな、全ての技のダメージが多分上がるはずなので、今の4の字固めそれなりに効いたということになるはず。先方ギリギリまで粘りました。さあお互いも体力はかなり切れている状態ですが、冷静にデストロイヤーが4の字固めにしっかり持っていく。ここで決めた。いやー、なりふり構わなかったデストロイヤーの方が勝利への執念を実らせたというところでしょう。狂気まで持ちまして、持ち出して流血させて、まあ、最後ね、4の字固めになるんですね、これはね。試合時間14分49秒、足4の字固めでデストロイヤーがレザーフェイスからギブアップを奪った。まあ、KO ですよね、という試合でした。試合評価は 93% ですね。はい、というわけで、本日も4試合お届けしました。ランキング表を見てお別れしましょう。今日ブロディが勝って、2勝目、となりました。 A ブロックの方はこれでブロディがかなり有利な、状態となりました。ブッチャーが同じように勝ちましたので、ここからアンドレの逆襲があるかどうか。歌舞伎はもう2敗してしまったので、かなり苦しい展開となってきたということですね。苦しいというか、もうほぼ優勝は無理、優勝じゃないな、1位通過が無理という状態ですね。で、C ブロックの方はシークが勝ったので、これでシークがかなり有利ということですね。で最後 D ブロックの方は今日デストロイヤーが勝って、現状1位が3人並ぶと。で多分前回なんかのマニアックカップの時でしたっけね、あの4ブロックに分かれてやった時に、こういう展開になって、このナンバーって書いてるところがありますよね。ナンバーがデストロイヤーが1になってると思いますが、こういう風な状態で最後を迎えると、このナンバーが上の方が勝つんじゃないかと。決勝リーグに出場、決勝トーナメントかに出場するんじゃないかと、なってますが、それなった時どうするかはちょっと考えたいと思います。日程的に余裕があるので、
同点だった場合その様子を見て一旦やめて決勝各ブロックの決勝リーグを行ってちゃんとした1位通過で4人を揃えるということを考えております。まあその辺は、まあ、実験リーグでも今回はねあるんで、どうなるか分かりませんかということで一応言っときます。はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。3日目終わりましてだんだん星取り表が、分かれてきたということで面白くなってまいりました。次回4日目もぜひご覧ください。というわけでよかったらチャンネル登録していただけたら大変ありがたく思います。というわけで今回はこの辺でお別れです。ではまた。